皆様、こんにちは。この飛行機はスターフライヤー那覇空港行き97便でございます。手荷物は座席上の物入れ、または前の座席の下など、しっかり固定される場所にお入れください。壊れやすいもの、水漏れの恐れがあるものは前の座席の下に置いてください。また非常口付近や通路の手荷物は必ず座席上の物入れに置いてください。ドアが閉まりましたら、携帯電話を含む全ての電子機器類は通信用の電波を発する状態ではご使用になれません。ドアが閉まるまでに電波を発信しない設定に切り替えるか、電源を切りください。なお、Bluetooth などによる機器同士の接続は常にご使用になれます。皆様のご協力をお願いいたします。これより全荷物の収納状況を確認いたします。手荷物はしっかり固定される場所におりください。また新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からマスクなどの着用をお願いいたします。皆様、ただいま飛行機のドアが閉まりました。携帯電話など電波を発信する電子機器類が電波を発信しない設定に切り替えるか、電源を切りください。シートベルトは締めでしょうか。どうぞもう一度お確かめください。また手荷物は上の棚または前の座席の下にしっかりとご収納ください。呼ばれるだけです。乗務員はドアボードをアームドに変更してください。皆様、おはようございます。今日もスタッフラインや沖縄那覇空港行き97便をご利用いただきまして誠にありがとうございます。では、この便は3897便との共同航便でございます。飛行時間は離陸後1時間20分を予定しております。シートベルトはしっかりお締めください。客室内は通路、非常ストップ含め全席禁煙です。なお、加熱式タバコ、電子タバコは機内での喫煙、並びに充電が禁止されております。携帯電話など電波を発信する電子機器類は、電波を発信しない設定に切り替えるか、電源を切ってください。皆様に安心してお過ごしいただくために、乗務員はマスクと手袋を着用しております。また、お客様におかれましても、マスク等の着用、手洗いや咳止めと、近い人に、大きな声での会話を控えていただきなど、感染予防対策、またお客様同士の不安解消のため、ご協力をお願いいたします。この便の機長は、ボーイチ、パーサーは菅原でございます。ご用の際にはお気軽に乗務員に声をかけてください。ただいまからこの飛行機の非常用設備についてご案内いたします。テレビモニターをご覧ください。ご搭乗ありがとうございます。本日、空の安全と皆様をお守りするため参りました。私、スターフライヤーマン。これから空の守護神として、皆様に安心して空の旅を楽しんでいただくよう、機内の設備、空のルールについての話をしましょう。手荷物は座席上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。膝の裏側や通路、非常口付近には置かないでください。怪我につながる恐れや脱出の妨げとなりますので、ご協力お願いします。皆様が着席されていることを確認して出発いたします。シートベルトはカチッと音が鳴るまで差し込み、長さを調節して腰の低い位置でしっかり締めてください。ベルト着用サイン点灯中は必ずお締めください。サインが消えていてもお座りの間は常にシートベルトをお締めください。外すときは金具の片方を持ち上げます。緊急時に全てのお客様が安全に脱出できるように、離着陸時は座席の背、テーブル、フットレストを元の位置に戻してください。機内は通路を含め全席禁煙です。もちろん化粧室も禁煙です。機内火災の予防にご協力ください。電子機器の発する電波が安全運航に支障をきたす恐れがあります。携帯電話、スマートフォン、タブレットなどの電波を発信する電子機器は
電源をお切りいただくか電波の出ない設定に切り替えてください。酸素マスクは必要な時に降りてきます。マスクを強く引き寄せ鼻と口に当てゴム紐を頭にかけてください。ゴム紐の端を引き長さを調節します。大人がまず着用しその後お子様にもマスクをつけてください。緊急の場合は衝撃に備える姿勢をとってください。この飛行機には前方、中央、後方に非常口があります。お近くの非常口をお確かめください。非常口には脱出用スライドがついています。脱出の際にはハイヒールは脱いで手荷物は一切持たないでください。両腕を前に伸ばして上体を起こしてスライドを滑り降りてください。援助する場合はスライドの横に立ち体を引き起こしてください。滑り降りた後は速やかに飛行機から離れてください。救命胴衣は座席の下にあります。袋から救命胴衣を取り出し紐がついている方を下にして頭からかぶります。前の留め具を差し込み紐を引いてしっかり締めます。非常口で乗務員の指示に従って引き手を強く引き救命胴衣を膨らませます。膨らみが足りないときは両側のゴム管から息を吹き込んでください。小さなお子様の救命胴衣は客室乗務員がお持ちします。座席前のポケットに安全のしおりが入っています。離陸前にご覧ください。ご質問がありましたら私スターフライヤーマンまたは客室乗務員にいつでもお尋ねください。それでは素敵な空の旅をお楽しみください。ご案内いたします。機内に酸素が必要な場合は酸素マスクを置いてきます。その際はご自身のマスクを外し酸素マスクを着用してください。元の位置にお戻しください。これ先の
上はお控えください。手荷物は元の位置にお戻しください。皆様、ただいま那覇空港に着陸いたしました。安全のため、ベルト着用サインが消えるまで、シートベルトをお締めのままお待ちください。また、上の物入れを開けた際に、中の手荷物が滑り出ることもありますので、お気をつけください。上の物入れには、お土産袋など、よく似た手荷物がございます。ご確認の上、お取り間違いには十分ご注意ください。これより、通信用の電波を発信する電子機器類もご使用になれます。なお、携帯電話での通話はお控えください。スターフライヤーでは、9月30日までの間、マイレージプログラムスターリンク会員の皆様を対象に、スターリンクメンバーズ紹介キャンペーンを実施しております。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。今日もスターフライヤーと ANA の共同運航便をご利用いただきましてありがとうございました。皆様のまたのご搭乗を心よりお待ちしております。皆様、この飛行機は31番ゲートに到着いたします。降りの際には携帯電話やタブレット端末、お財布などの忘れ物をなさいませんよう、シートポケットや座席周辺を今一度ご確認ください。最近忘れ物が多く発生しております。気をつけてお降りください。また新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、前のお客様と適度な距離を空けてゆっくりとお降りくださいますよう、皆様のご協力をお願いいたします。今日は天国よりも20分ほど早く到着いたしました。皆様の早めのご搭乗並びに